猫のコットが好き。誰が持ってんな。よく来たな。猫のコット。教えてくれ。特別なのお前。一番儲かる商売だよ。一番なんだろう。消防自動車借りるの。それをタクシーに使うんだよ。なん、いやいじゃねえ。あんちゃんが正しい。木村さん、こんにちは。ナリトチャンネルのナリトです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は日本語お笑い動画で、バカ兄弟お金儲けマルヒバ。てるかなそれを見ていきたいと思います。もしこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。じゃあ見ていきましょう。내가그냥난좀더플라이킵사진본성제대로좀해요この二人どうやらお金には多少なりとも興味があるようでございます。猫のコットが好き。誰だ？なんか俺だよ。お前のあんちゃんだよ。本当にあんちゃんか？そうだよ。じゃあ次の質問に答えてみろ。はいよ。ちびまる子ちゃんのお母さんの名はディカマル子。あんちゃんだ。いやいやいや、やってんな、やってんな。よく来たな。こいつもよく持ってんな。頑張れよ、お前な。わぁわぁわぁまあ、何やってんの、お前。今日はね、お金儲けしようかと思って。あ、お金儲けやった方がいい、お金儲けやった方がいい。いいだ。あ、俺これ知ってるな。タクシーこれ何人乗れるかって言うんだ、これ。いやね、うんとお金儲けんだ。それじゃさ、あんちゃんよ。あんちゃん、あんちゃん、お願いあんだよ。あんちゃんよ。なんだよ。なんか一番儲かる話ってないかな、なんか。儲かる話なんか人が簡単に教えてくれるわけないじゃないかよ。あんちゃん教えてくれよ、なんかよ。俺とお前は兄弟だからよ。うん。特別に教えるぞ。教えてくれ、一番儲かる商売だよ。一番儲かる商売っちゅうのは、これはな、鉄道会社だ。鉄道会社儲かるの？一番儲かるぞ。あ、一番儲かるの？当たり前じゃん、なんかお前。どうして？切符売ってんだろ？うん、売ってる。切符売ってんだよ、お前。うん。こんな紙っきりだよ、お前。うん。は？うん、売ってるよ。で、これがお前、もしも宝くじみたいになんか当たるんならいいよ。当たんないよ。当たんねえんだよ。当たんないよ。お年玉付き年賀はがきだってお前当たるんだよ、なんかお前。当たるよな。な、うん、切符何も当たんねえんだよ。当たんないよな。ほんでこんな紙切れでもってお前何百円もしたり何千円もしたり何万円もしたりするんだよ、お前。ほら儲かるだろ、やらずぶったくりだよ。あとお前ね、新幹線とか良くないよ、特に。良くないの？良くないよ、お前。なんで？もうあれ開通して何年経つと思う、お前。ね、何十年も経ってんだよ。うん。古いんだよ、もう。うん、どうして新幹線なんだよ。俺はこの古いのを大事して言いたいわけよ。お前ちょっとお前が静かにして、お前が静かにして。そうか、そりゃそうだ。なんだったら古かったらフル幹線とか中古幹線とかな、いやいじゃねえ。あんちゃんが正しいな。うん、お前ないつになっても新幹線だよ。ずっと新幹線だもんな。そうだよ、お前。だからやっぱ鉄道会社ってのはな、うん、儲かるけど俺はあんま好きじゃないな。あんちゃん嫌いか。うん、俺は。あ、そうか、それじゃあんちゃんよ、なんかよ、じゃあ他に儲かる仕事ってなんかないか。そんな儲かる仕事じゃないんだけど、うん、じゃああんちゃん特別にな、うん、兄弟っていいな、こういうとこかな。じゃあ教えてくれるか。教えてやろうか。うん、な、うん、なんだろう、何これ。うん、タクシー会社やんだよ。タクシー会社。タクシー会社やんだよ。儲かるんだよ。それ儲かるのか。全部儲かるわけじゃないんだ。儲かるタクシー会社やるんだよ。儲かるタクシー。儲かるタクシー会社ってのはな、なんかあんのか。あるんだよ。何？まずな、レンタカー借りるってくるんだよ。レンタカー借りてタクシーあるのか。そうだよ。普通の車じゃダメだよ。どんな車？消防自動車借りてくるんだよ。消防自動車借りるの？それをタクシーに使うんだよ。普通タクシーに。もっと消防自動車よで行くだろう。またやっぱりお前今車が渋滞してなかなか先進まないだろ。混んでっかな。でも消防自動車行くと避けるだろ。うん、早いよ、お前。早いよ、それは。早い早い。乗ってる人寒いよ、あれ屋根ないからな。捕まってる。あつかもこう捕まってんだから。なるほどな。雨降ると濡れちゃうしな。うん、でもさ、やっぱり急ぐ人にはいいだろ。でもそれあんちゃんいい考えだよ。いい考えだよ。絶対いい考えだよ。で今俺その消防署と交渉してんだけど、うん、なかなかこの話が進まない。ダメなのか。誰かが妨害してんだ。そうか。やっぱりな、お役所仕事だからな。うん、遅いね。腹は遅いな。な。なるほどな。まあ、今、要するに、そういう話が今進行中なんだ。あ、でもいい話だな。うん、まあ、だから、まとまったらお前にも儲けさせてやるからな。頼むな、あんちゃん。そういうことだ。そうか、そうか。あんちゃん、頭いいな。考えることが違うな。頭がいいから、あんちゃんなんだよな。あ、そうか、そうか、そうか。でも、あんちゃんよ。
よ、あんちゃん。なんだなんだ。じゃとりあえずさ、これなんかもっとこうバッと大きく儲かる商売ってないか。よし、分かった。でかくやろうじゃねえか。せごく10円20円って言ってないでよ。いい方法があんだよ。あるの？あのな、夜中に人が寝静まった時にな、夜中に日本中の公衆電話をな、うん、全部俺たちの貯金箱とすり替えちゃう。貯金箱に変えるのか。電話のように見えるよ、うん、貯金箱にしちゃう。それでそれでで鍵しちゃう。鍵しちゃうので、みんな電話をしようと思って10円入れるだろう、うん、な、中に100円入れるのもいるやな。いる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 。かかんないだろ、うん、故障かと思ってみんな諦めて帰っちゃうだろ、うん、で後から鍵開けて集金する。全国だから大きいぞ。これはこれはでかいな。問題はお前貯金箱持ってた。あるよ。じゃあ流光橋ティングリックファナティック。Sự đồng cảm không phải là sự hy sinh, không phải là điều vật chất, tình yêu đích thực, giá trị tinh thần, yêu thương đích thực, sẽ chỉ hữu ích và yêu thương đích thực là sự tôn trọng và cam kết, không phải là sự giàu có và chia sẻ trong tình nghĩa và không. Sao thế, các bạn ơi?なんとなんかこのコントをますます好きになっている感じがする。なぜならまずね、いつも最初出てきただけでその、うん、その姿顔変、この変身、つまりその全ての変身がすごく可愛くて、見るだけでも笑っちゃうんです。当たり前、普通じゃない格好っていうか、普通じゃないスタイルですごい笑っちゃうし、なんか兄弟の 仲いいがいつもなんか可愛いなと思って、あとはナイトもお姉ちゃんなので、いつもこういうコントみたいな感じで、あの妹たちが相談してくる立場になっていますね。今までずっと、ずっとっていうか今までねまあ、あ、相談しに来てなんかアドバイスしたりするような感じですけど、でもさっきのコントの中みたいのあんちゃんみたいな頭良くないです面白かった。皆さんどうですか？なんかどっかが面白いところがありましたら教えてください。そして特に、ナイトが聞いてほしいのが、皆さんが一緒に、ナイトを聞いてほしいというか、ナイトを聞きたいのが、読みたい皆さんのコメントは、楽しく見れるのがすごく有用です。なぜナイトもこの、お笑い動画を見るにはすごく、一日の毎日じゃなくても、なんか特に仕事を疲れる時がもうそのお笑い動画を見るとすごい、あ、しっかり、さっぱり、すごいさっぱりする。特に日本語の動画を見るとなんかまたカンボジアじゃなくてなんか違う社会にいる自分もまた、いい感じだなといつも思っています。なので、見て皆さんも一緒に喜んでもらうのもすごく嬉しい。ショーみたいな感じですごく夜遅くまで、仕事をする人たちもいっぱいいるんでしょうね、そうすると笑い動画とか歌とかいいな、そう思わないですか皆さんもね、もしなんかナイトみたいなまた違う世界の自分に乗り込んでいきたいなら、カンボジアの動画とかカンボジアの、カンボジアではなくてもいいから、他の国の、お笑いや、歌とか、皆さんの好み次第で見たらどうかなはい、最後まで見てくれてありがとうございます。もし面白い動画があったらぜひ紹介してくださいね。おやすみなさい。ないと思う。家帰ります職場です。チョレブリー